Bayel, this time I'm Mia, Joey! Bayel, this time I'm Mia, Joey! え、何お前それ。なんで煽ってんの、その5対1とかまだ。いや、違う違う。いや、違うとかじゃないでしょ。いちご。いや、いちご一会とか関係ねえだろ、俺の中高時代のわけわかんないさ。おい、何を言ってんの。いや、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 そういうさ、わさみたいな。わさ。いや、わさ。はい、ということで今回もバイ、ということで今回バイエルンミュンヘンのちゃんとから始まりました。これはね、もう俺たちをバイエルン行こうぜと言ったような意味になります。現地でも行くことができるんでしょうか。さあ、今日も行こうなきゃバイエルンミュンヘンを救う企画やっていきましょう。お願いします。まずは前回皆さんからいただいたコメントを紹介していきます。はい、さあ、まずは一つ目のコメントです。16万とか1億万とか狙ってもできないような笑いがとにかく2位に最高ですということです。ちょっとお恥ずかしい間違い、大変失礼いたしました。子供です、そういった笑いを提供してしまいました。子供のみんな一緒に頑張ってもね、よろしくお願いします。僕は子供好きです。あのメスさんの動画見てもらえば分かると思うんでね。メスメス子供だから、ね、同じ目線で、大人が嫌いなだけじゃない。大人が嫌いな YouTuber ナンバーワンってどういうこと。いや、あなたは。いやいや、大人も好きだけど真面目な話できない。できるや。マジしようぜ、大人のみんな連絡してきて俺に。真面目な話たくさんしよう。続いて2つのコメントです。推しチームが5点取られて負けた後にゲームでも精神崩壊させちゃう岡田さん、かわいいということですね。まあもう次に目線向けてる。マジで玉暮らし子みんなが行こうぜ。ちょっともう今いろいろね、ちょっと目を塞ぎたくなるようなことも多いですけど、うん、怖いですけどね。怖い。いや、でもそんとやめてほしい、ああいうことは。 SNS、なぜそこをはけ口にしたりするのか。もうあのちゃんと言葉、どうやって伝えるかのところの配慮だったり、なぜみんなそういうことできないんでしょうか。いや本当にね、僕が本当に愛してるあの方なので、もうああいったことが起こってしまったら本当に悲しいです。マジでみんなそこのね、言葉っていうのは時には本当に狂気になるんで、考えましょう、使い方っていうのは。僕も含めてそこはちゃんと考えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、あなたも。いや、もちろんだ、僕も含めてね。続いて3つ目のコメントです。ようやくコアラがいつものスクールシリーズの展開になってきて安心できてそうということです。いやいや、まだまだチャンピオンズリーグがあるんで、みんな前向いて今回こそやっていきましょう。東京スクールシリーズかなり良くなってきてるんで、こっちもできるはずです。皆さん、コメントありがとうございました。それは一緒じゃないです。だと思ってならね。分かった分かった。それぐらいで、おい、何ぬるいって、お前何そのまた議論にお前手出して。そう、よそのいや、よそのそのゴールの議論に手出すの。いや、違う、だからゴールだったら、お前考えろ。分かった分かった、それはぬるい、確かに。なんで東京うまくいってるか。オッケーオッケーオッケー。まあすみません、ちょっとそれは甘い考えでした。何も筋が通ってないよ。はい、ちょっと失礼しました、それは。はい、さあ、それでは原曲やっていきましょう。はい、まずはですね、前回あのマタイス・デ・リヒトの移籍法について、皆さんちょっとお伺いを立てさせていただきました。はい、まあご覧の通り、改めて整理すると、デ・リヒトに対して、で約1億万ユーロの、なにええんじゃない、もう間違えた。1億ユーロ、あのちょっと本当ごめんなさい、染みついちゃって。1億万じゃないもう。あ、1億ユーロ届いています。で、あの前回撮影時の考え方については、デリットに関しては放出しないという考え方をやらせていただきました。皆さんからね、あの賛成反対たくさんのコメントいただきました。改めて考え直したところ、これデリットがどうこうではないんですけれども、やっぱりもうここから這い上がっていくために、チームに新しい風を吹かせるために、強い風、いや強い風を、はいはいはい、吹かせていくために、本当苦肉のあの策なんですけれども、デリットを放出して新しいセンターバック獲得する方向でいきたいと思います。そこはあのもちろんデリット獲得したばっかりというところで、いろいろ反対の声もあると思うんですけれども、あくまでこれはコアラバイエルンのやり方ということで、皆さんついてきていただければと思います。よろしくお願いします。放出の方向性に関して、批判などに関しては、あの僕にいただければと思いますので、よろしくお願いします。その上で、今回私がリストアップさせていただいた選手、こちらになります。あ、一部コメントもいただいてます。ありがとうございます。まああのデリヒトの OVR が86になりますので、ここはね当然いくからそれ以上の選手を狙っていきたいと思います。まあ、あとデリヒト素晴らしい選手あるんですけれども、相手のフィアの中の評価として少しね、まあ、加速とか、あ、スプリントとかこういったところには、まあ、若干フィアの中の評価は低い選手になっていますので、そこを補えるような選手を獲得していきたいと思っています。それを加えたところで、私が狙っていきたい選手はリディガーになります。なので、今後の方向性としては、
デリクトを放出して、リュディガーを獲得するといったような流れでやっていきたいと思っていますんで、よろしくお願いします。何？いや、来ないらしいな。いやいやいや、やっていきます、うん、はい、ダイクはちょっとあの獲得の僕が欲しい選手はまたちょっとイメージが違ったんで、ここは断念させていただきます。さすがにちょっとオランダ代表同士のあれというのもちょっとあれになってくるんで、全然何を言ってるか分かりませんよ、はいはいはい、あれは失礼しました。じゃあまずは、この放出のオファー、デリットのオファーとこう、まずはデリットのオファーについて交渉を直接行っていきたいと思います。さあ、それを交渉を行っていきましょう、直接交渉です。さあ、ここ大事だよ。できるだけ高く出すことが大事だよ。本当にデリフトのためにもね、なるんでね、本当にデリフトには申し訳ない。よくぞいらっしゃいました。シャービか。はい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 。バルセロナとの交渉なんでね。バルサにもね、まあまああの同僚も同僚というか代表でやってる選手もいるんでね、一緒に。と獲得したいと思っています。で、ここで新しい接近を提案します。もうちょっと欲しいなっていうところで、まあいきなり低いところからいったらもうそれ以上はね、あの上げられなくなっちゃうんで。1億4000万ユーロ、これでオファー提出してみたいと思います。頼む。高すぎ。ブチ切れやめてよ。ブチ切れだけ。ブチ切れよ。なるほどね。はい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 。売却時のボーナス 5% ね。まだこのテンションだったらもう一発ぐらいいけるだろう。新しい接近の提案です。1億、俺4000万提示で2000万だから、まあ、間、その間ぐらいいこうか。迷うな。ちょっともう一回いきます。移籍金が1億3200万ユーロ、こちらも少し下げて先方に提示していきたいと思います。さあどうなるか。さあどうなる、頼むシャビ。よし、オッケー。これはなかなかもちろんデリフトに対してもいい意味でね、これ高い移籍金取れたんじゃないかなと思います。うん、よし、これでデリフトの放出が完了しました。まだ完了してないか。まだだからこれもう少しちょっと日程進めないとリディアとの交渉できなさそうです。よし。何よしって。んだ、これで間に合わないかな。んじゃあそれやめてってこと。アックスが届かない。最終30日までちょっと日程進めていきましょう。まだ来てないよ。まだいや、もう 全スタッフ総出で動け、これ本当にアックス届かない。じゃあ届け早く。いや本当一大事だから、これで獲得できなくなったりしたらマジでね。いや、クラブ始まって以来の松代まで恥だよ、本当こんなこと起こったら。ちょっと日程進めていきます。ちょっと大至急この交渉。いや違うヤングボーイズとかじゃなくては。届かないよ、ファクスは。違う。あれ、ちょっと待って、今日移籍最終日。はい。何、どうなってんのマジでこれ。ちょっと一旦練習します。頼む。ちょっとこれ1時間どんどん進めていきます。1時間ずつ。ファクス来ない。いやでもこれ出てるからね。噂じゃなくて頼む。いや、もう会食以上言ってる、普通に。噂。いや、これは。おっしょ。あ、おっしょっしょじゃねえ。いや、ほんと申し訳ない。デリフト、ほんとありがとう。ほんとに申し訳ない。初めて見たこと。いや、僕を恨んでください、ほんとに。この、すべての責任は僕にあります。かなり足取りを。デリフト、ほんと申し訳ない。マジでごめんなさい。いや、こう、チーズがやってる場合じゃねえから、こいつは、マジで。辛い別れとなりました、デリフト。さあ、今すぐ。リディガー獲得に動いていきましょう。ちょっと見てたやつバラすな、普通に。何を。うん、いや、電話受付の方みたいな。さあ、これで移籍が成立しました。オッケー。放出の移籍交渉の評価としてはいい評価もらいました。はい、よし、これはでかいよ。うーん、オッケー。さあ、大至急。何、はい、ミューラーへのオファー。いや、これはすみません、出せないです。さすがにちょっとミューラーはね、まあ、ユース上がりは本当にバイエルのレジェンド的選手の一人でもあるので、これはちょっとすみません、断らせていただきます。僕の意思です、これは。うん、誰からそうされする言われたとかじゃなくて。うん、うん、気にしての。気にしてのって誰よ。いや、バイエルンファンをね、気にしてというか、さすがにもう来週現地に行くんで、そういう避けたことはできないです。さあ、それではいよいよリディガーとの本丸との交渉を行っていきましょう。はい、はい、さあ、改めて情報の整理ですが、相手が求めている価格は1億100万ユーロですが、だいたい8090万ユーロあたりで上目指せる可能性がありました。了解です。さあ、それでは完全移籍伸ばしていきましょう。できるだけ8090万狙っていくような形で、でもそこマックスまで行きすぎるとブチ切られる可能性もあるから、そこはうまく塩梅していきながら。よっしゃ、アンチェロッティですとの交渉です。まあかつてバイエルの監督もやったこともあるんでね。よし、やめよー。さあ、それでは移籍を提案していきましょう。一旦ですね、9000万ユーロでオファー提出をしてみます。
リュウディが安すぎないかちょっと、うん、さあ全然ありえるよ、これで OK。 OK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  一発回答得ることができました、ありがとうございます。これでかいよ、ちょっとね、よし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 、オッケーオッケー、誰に誰に、うん、はいはいはい、それではリュウディガーとの直接交渉を行っていきます。これはあの絶対に獲得しなきゃいけない、選手になります。デルフトを放出したからこそね、うん、どうぞお座りください。クラブでの役割から交渉を開始したいと思っています、うん、もちろんチームの要として考えています。重要な種目の数多くの試合でスタメン出場することをよろしくお願いします。素晴らしい、希望通りです、うん、彼はとても喜んでいます。3年これ承諾です、うん、リーガーと結婚は3年ということで進めていきましょう。違約金加えるつもりもありません、こちらについても承諾していきます。はいはい、彼には17万5000ユーロね、無失点5、うん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 、これ悪く、あの、この交渉でいいと思います。オッケー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 。してます、うん、オッケー、うん。ここは、あの、受け入れたいと思います。さあ、ということで、デリットの放送非常に痛い形はありますけれども、アントニオ・リュディガー選手の獲得が決定しました。ここからチームながら勝っていく形には変えていきましょう。リュディガー入ってきました。はい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 。よし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 、頼むよ。オッケー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 。リュディガーレベルだと、こうやって。キミヒとか来る、はい、キミヒ来ましたね、はいはいはい、確かに、さあのコンテの時は、あ、カゼミラも来た、全然来ない、誰も来ませんでしたけど、そういうとこまで再現されてんのか、え、なぜそういう、いや、そういう風になって、あの、シビアだなっていう、冷遇されてる、冷遇はシビアだなって、キミヒとカゼミラと話した、3番か、さあ、リュディガーには背番号3番が与えられました、よし、さあ戦っていこう、一緒に、さあ、レアルからバイエルンミュンヘン移籍、最終日に非常に大きな動きがありました。もうちょっと安くいけたか、まあ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 、まあ、88です、うん、かいいよ、これは素晴らしい補強になりました。最も高額の、この冬の移籍に関して最も高額なのは、バイエルンからバルサへのデルフト移籍となりました、はい、はい、そして、続いてリュディガーですね、リアルからバイエルンへ、はい、コモドリバプールかはい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 、7600万ユーロですね、はい、これは驚きです。バストーニがインテルからレアルへ、ブロゾビッチがユナイテッドへ、うん、さっき触れましたシックがチェルシー行きました、マディソンがレスターからレアルへ、はい、レマールがアトレティコからミランへ、はい、ジョンストーンズがインテル行きました、おお、ゴメスがレバークーゼンに加入です、ありがとうございます、はい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 、ヘルマス、フランクルト、はい、はいはい、以上が冬の主な移籍になりました、はい、はい、さあそれでは日程を進めていきたいと思います、はい、さあいよいよね、この2月から、いよいよこの2月に入るとチャンピオンズリーグも始まっていきます、はいちょっとマラゾーイから不満が出ています。マラゾーイって何ですか、はい、マラゾーイ、マラゾーイって何、はい、マズラビーで間違えた、何を言って、まあ、いや、ちょっとすみません、間違えました、はい、はい、あなたは必要とされていますいやいやいや、あのブレンベ戦でも活躍しました、いや、ちょっと他もなんかメール来てたけど、どれどれどれ、いや、もうその下でなんか出てく話とか、あ、これが出てんのか、ビジャレアルが違約金の支払いを承諾し交渉開始しました、本人の決断次第です、野球者で同意しているこの選手が移籍することを計算した場合、6640万ユーロが移籍客らに支払われますと、ちょっとじゃあこれは契約更新しなきゃダメだな、ちょっとこれは追って契約を更新したいと思います。ちょっとマラゾーミとの給料について直接、ちょっとすみません、操作ミスなどもありました、すみません、直接交渉を行っていきたいと思います。もうだから名前何回間違えたのさっきから、はい、なんて言いました今、見えるな、はいはい、マラゾーイだから違うって、マズラウィだ、うん、ちょっとすみません落ち着きます、いったマズラウィです、落ち着くのは問題です、はいはいはい、落ち着いて間違えてるんですね、はい、さっきからずっと、マズラウィです、はい、ローテ要員として考えています、うん、ドキドキスタミル、またベンチにして試合に出場しインパクトを与える気があることです、マズラウィ、マジか、俺はさっきより下になっちゃうからな、
ちょっと嘘つくことはできないしな。いや、できます。なんしやしたことなくて、そういうことが。いや、まず落ち着いて、分かった。話はまず嘘。はいはいはい。一回、すみません、水飲みやす。ここは一旦承諾しておきましょう。うん。それ以外延長する方がない、どうかにかし実現する方法を見つけていきましょう。うん。それでは、こうし、契約について話してみましょう。うん。ちょっとじゃあ4年にします、ここは。4年の契約延長をオファーしようと思います。うん、もらう問題ないようです。いやいやいや、ちょっと待って、何が起こってんの。わけわかんなかった。もう、落ち着くとか関係ないです。だから言葉で言ってますけど、承諾します。コミュニケーション能力とか、うん、オッケーオッケーオッケー、そういう話よ。だから煩わい、契約年長オファーしましょう。うん、約金を加えるつもりなしでよろしいでしょうか。 OK です、承諾です。読解力というか、はいはいはい、煩わいの、わかったわかったわかった。うん、しっかり学んでいこうね、みんなも。給与について話していきましょう。6万でどうでしょうか。給与を現在の5万8000から6万に上げたいと思います。さあ、これどうでしょうか。ぶち切れ、ぶち切れ、ぶち切れやめろよ。ぶち切れ案件じゃん。待って待って、なんで、マジで。よし、なんでもう、どういうこと。ありえねえか、こんな、あ、もう出てしまいましたよ。やばい、いったー。契約の、そうか、オファーが来てるのにこんだけちょっとしか給料上げないの失礼すぎるか、アズラウィーに。もう社会人のあなたじゃないのよ。あー、オッケーオッケー。社会人あなたじゃないって何。いや、だからそんな給料上げられないレベルの。え、なんてこと言うの、お前。なんでその俺の給与増減の話が出てくんの、社会人時代の。だから何、こんな交渉社長としたことねえ、直接。いや、だから、ね、普通はもっと上げるでしょ。そうね、確かに、ちょっとすいません、皆さんもあのこのようなことないように本当気をつけてください。すいません、こういうことが起こってしまったことをまずお詫びさせていただきます。社会に出ましょう。はい、出ましょうっていうのは恐れずにね、うん、そんな俺でも社会には出ていた経験があります。ゴールデンウィーク頑張りましょう。え、あ、頑張りましょう。終わったけど、うん、いや頑張りましょう、うん、さあちょっとすいません、いろいろありましたけれども、本日は、まあ、遺跡もありましたので一緒になります。フランクフルト行ってみましょう、はい、さあそれではバイエルミュンのメンバーから見ていきましょう。ちょっとね、中盤の位置を高くして攻撃的にね、いきたいと思います。そして、今回からウパメカロの相方はリュリガイになりました。よろしくお願いします。控えのメンバーはこのような形になってます。コンテも入ってきています。先方フランクフルトの方は、川田選手いないところにエルマス入れてます。はい、あとカラムウィルソンもいます。はい、長谷部さんは控えです。はい、ソリマチもいます。はい、アダムスも。はい、さあそれでは一緒行ってみましょう。はい、さあ頼むよリリガー。あ、リリガーじゃない、え、何は、いや、コロムマ、いや、なんでリリガーの名前がコロムマには映ってんの。どういうことマジで。これよし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 、フランクフルトとの一戦です。マジでリリガー格速した意味をね、この試合でしっかり見せつけていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ行こうぜ、リリガーと共に戦っていこう。行こう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 、ここからさ、しっかりこの移籍期間を経てね、巻き返していきましょう。いいよ、うん、OK、 攻撃陣も高く保ってね、一応、うん、ジェルソン、ジェルソン・マルティンス、オッケー、いよいよナイスよ。じゃあね、そこにはリュウリがいるぞ、攻撃されてもしっかり守る。いいよ、ナイスリュウリが、オッケー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 、いいよ、サディオ・マネ、よ、大丈夫サネマネに上げろ。なる、いやよし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 、惜しいな今の、ね、やらせんなマジで。いいいいいい、やってねえな。オッケー、このクリアは小さい、うん、君ひあるよ、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、厳しい状況でしたがよくしのぎました。頼むよ、コアラもそこせ、いってよ、ナイスキープ、どうか、危険なエリアです、ナイス、取れ、オッケー、ボールは相手に渡ります、いいよ、よく耐えたぞ、中は、打っちゃうぞ。
おい何をしてんだよ。いやうわもうやって決めんのよそれ。今のは決めてよ。危ない。危ない危ない。マジか。行き過ぎんなよ、行き過ぎんなよ。そこ当ててくるよね。いやーちょっとナイスショット、よく本で取った。コラドフ危ないよ。押せない。そこはオフでしょ。オフでしょ。オフでしょ。どう？そこはオフ。オッケー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 。ええ。せめて決めろよ。ノーカウントですね。もうファー狙ってばよかったな。惜しい惜しい。ファー空いてた。ファー危ないよ。フィリップマックス。さあ簡単に勝せないこと。コマも申し訳ない。守備しっかり参加してくれ。あと中閉めろ、中閉めろ。現在スコアは同点、うん、ボールを回してチャンスを。そうすると浮き球狙ってくる。はい、その後クロス対応。なるほど、もう一回浮き球来るかもよ。 OK、絶対最後についてこう。やだ OK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  そこを超えてきたか、お前OK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  大丈夫だよ、OKOK。行かないね、ちょっと今回劣勢だったんですけど。オッケー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 。ここまで侵入させちゃったのが良くなったな。宮田宮、宮田宮、行こう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 。大丈夫大丈夫大丈夫、オッケー。さあ行ってやろう、帰るよバイエルン。さあ再びキックオフ。同点を目指すバイエルンの攻撃です。オッケー、一回で解決させてね。オッケーオッケー。危ない。いやマジか、取れないのそれ。いい連携です。ゴーゴー。危ない。オッケー、ナイス。絶対よーし大丈夫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 。オッケーオッケー、いけるいけるいける、大丈夫よ。いやいやいや、ちょっと遅れて。さあ来い、こーよし、やってるやってるやってる、マジ行くぞ。さあ後半のスタートです。はい、つけて。大丈夫大丈夫大丈夫。まずは同点に追いつかねばなりません。うん、オッケー。大丈夫大丈夫、全然大丈夫。大丈夫、何言ってる。ボールがこぼれている。フィリップマックス。ああ、そう、それでいい、それでいい、大丈夫大丈夫。タッチ終わります。フランクフルトのスローインです。カラム・ウィルソン、カラム・ウィルソン、ウィルソン。お前もドイツでやってこい、こんなプレーするんなら。オッケー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 。まあ予選出ろお前は。日本予選逃げんな、ガチ勢から。数理、うまさを技術極めていけ、お前こっから。ガチ勢に聞かない、うん、こんな口変化。オッケー。逃げる、いける、いける、いける。もう終わってないよ、マジで。オフラインで聞くから。終わった。はい。ありがとう。おいおい。大丈夫だ。いや。終わってないか、何も。ちょっとやばい、これは。危ない。いやー、やばい、出てるわ。やめて。オッケーオッケーオッケー、カモ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 。ニュースが流れています。リバプールが新しい選手を。おい、ひどいってそれは。確定したようですね。はい、いい選手を獲得しました。今後の活躍に。いやー、もう出て。オッケーオッケーオッケー。マイボーか。大丈夫大丈夫大丈夫。オッケーオッケー、マジぶん殴るってやろうぜ、こんなことしてるやつって。ね、あ、待って、待って、マジ。マジ言ってなかった。あれ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 。ちょっとまあ本当に俺はもう振りみたいになっちゃったな、こんなことしてるやつっていうのは。全然見てなかった。こんなことしてくれやつ。
おい、暗くなんな小原、まず気持ちから常に明るくいろ、お前はどんなことあっても。繋がっているんでしょう。この後も得点シーンを期待できそうです。さて、ここはまたチャンスになりそうです。弱いって太陽だ。いや、こんな簡単に行くはずねえだろ、どう考えても。いや、リューディガーでしょ。いや、リューディガーがとかじゃなくて、今リューディガーのとこでしたけど。オッケー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 。しっかりすぐ振り向かれてんじゃん、これ予防ついてる場合じゃねえぞ、リューディガー、マジで。オッケー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 。行こう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 。おいおい、もうださっきの分だと思えばいい。違う、さっきの分ってなんだよ。あんなひどいミスしたゴールキックの。オッケー。フィリップマックス、このロブパス。オッケーオッケーオッケー。あー、おい、やりました。こい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 、いやすべきでしょう。コラロフ、あ、粘れるやつやってけるよ、ドイツでしょ、これ絶対止まる、リリが。いやーもう、読んで。あー、なんで読めんの、お前、いちいち。ここはシュートチャンス、サポーターも分かっています。行こう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 。カラム・ウィルソン、まずい。ドブパスの先に選手が走る。あー大丈夫、形になりそうです。ナイス。なんで行こうって、マジで時間ないよ。行こう行こう行こう。レロイ・サネ、オッケー、ないで。うん、オッケーオッケー。交代交代交代。何笑ってる、お前、終わってねえぞ試合、マジで。いいタックルでしたね。最高、考えてやろうぜ、気持ち持って。もう長谷部選手など大量に入れます。ゴルスカ、コンテ、ミラー入れます。行こう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 。まだいける、まだ終わってないんだよ。何も、ナイスナイスナイス。お前煽ってんの、じゃあね、こっち空いてるから。だいぶ終わりが近づいてきました。ホームチームにとっては理想的な展開が続いています。この試合はすべてオッケー、ナイス。選手たちが最高のパフォーマンスを発揮し、監督の采配も優れていたからこその結果でしょう。相手は追いつくことが難しいんじゃないでしょうか。ないで、どこにボールってか分からない、遠近感が。もうそれいいって、お前あ、大丈夫大丈夫大丈夫。あ、前もうドリブルやめて。痛えよ。え、なんでコアラが毎回ミラーが削られて終わってんの、毎回この終わり方。ひどいよこんなやられから、さすがね。どう思うんだよデリフトは。出られてよかったと思っちゃうだろ、こんなことだったら、マジで。違う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 。スタッツこちらになりました。いや、それ前半どうなるかと思った。いや、前半であのミスからの決定とか仕留められねえと。でも後半シートゼロかもしれない。違う違う。ユリがデビュー戦でふさわしい活躍見せることができませんでした。カナパンはそのパンがですか。いや、ちょっとあの振りすぐ振り向かせてしまったシーンに関しては残念です。まだね、ただ1試合目になるので、ここからパフォーマンス上げていってほしいと思います。それを本当にリリが期待してるので、よろしくお願いします。マジで、頼む、みんなお願い。落胆したサポーターは解決を期待して、どのようなお考えですか。いや、まずサポーターに関しては本当に申し訳ない。ただ、まだ試合数あるんで、ここからも全勝する気持ちあるので、本当に身についてきてください。お願いします。私たちは強いチームなんです。本当に申し訳ない、マジで。それ全部俺の責任、選手じゃなくて。俺にぶつけてください。自分たちの人しかありません。フランクフルトさんプランで試合が来なかったら3優勝で、いや前半にあの得点を決めきれなかったということは試合難しくしまったようです。
大きなプレッシャーかかっていたと思います。僕も含めてね、選手に対しても次はもっとうまくやります。ありがとうございました。さあ順位は12位まで下がってきてしまいました。大事な直接対決だったね、これは。ちょっと非常にまずい状況です。ドルトムントが勝ち42で首位、下位はこちらです。さあ次回の動画では、モルシャ FG 戦からお送りしていきたいと思います。はい、いよいよチャンピオンズリーグも始まります。ここ本当に大事な試合になるんで厳しい状況ですけど、どうか皆さん一緒に戦ってください。また次回お会いしましょう。さようなら。どんぐらい負けてるかちょっと一回見ましょう。ダンケシェ、ここからですかね、この、はい、カップ戦30日。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9 連敗中です。ちょっとあの大台は下げなくてはいけないので、皆さん本当によろしくお願いします。ありがとうございます。マジ行こう。ドイツ近づいてます。失礼します。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。